目がクリクリすぎてんのか。あ、でもみんなこの目か。みんなこの目ですよね。そうですよね。はい。ふたさん、目つき悪いね。怖い。めっちゃ似てる。なんか、意外とちょっとゆっくりしててもいいのかなっていう気がする、顔が。顔ちょっと丸くできるように。そうですね。顔丸くして。
ピンクじゃない。あ、何色ですか？黒。何色だろう。ミラーはピンクでいいんですけど。でもミラーなんか後ろなんかグラデーションの肉球あるんですよね。あれなんかちょっとピンクになった。なんだ紫？何色だろうこれ。知らないよ。ミラーなんか肉球グラデーション。そうですよね。あ、ピンクですね。かわいいピンク。かわいいピンク。このままでよさそう。よさそうは、こんなにかわいいピンクじゃない。いいんじゃない？かわいいの。守護神みたいな。玄関の出かけっぱいしだすとなんかいいことあるかもしれない。シーさん。そう、シーさんみたいな。ミラーが本当にミラー。うん、嬉しい、そう言ってくれてありがとうございます。なんかこの顎下の感じ、角度かな。なんかここがなんかこうちょっと腹立った感じがすごい似てるんですよね。すごい似てる。嬉しい。うん、でかいくせに甘えん坊だからなんかすごい。ふーたさん全然近く来ないです。そうですね。ですね。でもお出迎えしてくれるのはふーたさん。ミラーお出迎えしてくれる。ふーたさん絶対お出迎えしてくれる。かわいい。かわいい。人一倍ペットショップでくつろいでいたミラーを選んでしまう。ビビッときました。フェタスはこんなに美人なんですね。課題はフェタスですね。そうです、確かにミラーは全然まず色に関しては調整ができるようにもうちょっと薄く調整できます。ちょい、ちょい薄、はい。ちょっとこっちのあたりを少し薄りさせるのと、お耳の色を調整できるのと、あとはですね、鼻小さくして肉球をちょっと暗めのピンクに変えて、目の位置を少し減らしてっていう感じでさせていただきます。大丈夫です、ありがとうございます。かわいい。はい、早く欲しい。ありがとうございます。頑張っていただきます。マジで似てる。かわいい、かわいいな。体の硬さがそっくり。ミラ、すっごい硬いから。結構柔らかいんじゃないですか。あ、ふーっとグニャグニャなんですけど、ミラなんか犬抱っこしてるみたいな。硬いですね。硬いですね。すごい硬いです。うん、全然柔らかくなくて、本当に猫なのかなってずっと思ってる。硬いぐらいですもんね。絶対猫じゃないと思うんですよね。いつもこうやってだ。体柔らかいから。あ、なんかここ行ってるとなんかうとうとうと。はい。なんかこうこうこうならないですかとか、もっとこうがいいなとか気になるところがあったら、あの随時普通にご連絡いただいても大丈夫ですし、はい、対応させていただいているところを頑張らせていただきます。無理なところだったら、これって、はい、お尻の穴とか作れる。なんかアスタリスクマーク。はいはい。そう、アスタリスクあった可愛いな。確かに、ちょっとお尻の穴やってみます。あ、やってみます。なんかお顔の真ん丸加減もあって、よりすごいふっくらして見えますよね。デブ。デブミラ。ちょっと頑張って可愛くできるように。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろと。